中で、まあ、ちょっとボールをねこうポンポンしようかなっていう。あゆたろうチャンネル、どうもたんめです。どうもあゆたろうチャンネルのみほたんです。はい、みほたんのソフトテニス成長日記第2話になります。じゃんじゃん。この間ってどうだった？この間やってちょっと難しかった。あのこうポーンって投げてくるくるっていうやつ。くるくるってやつ難しかったね。あれ難しかった。それちゃんと練習するんだよ家で。してるよ。あ、してる？してる。さすが。でもなかなかなんか成功しない。あれ成功しない。あれ以来なんか何まぐれだったんかいあれ。はい、じゃあ今日第2話ということで、まあ、少しちょっとまたまたボールに慣れてもらおうかなと思って、はい、軽くラリーしていこうかなって。いきなり意外とね、いきなりね、この間だってまだ適当にこうポーンって入れるだけだったんで。意外とね、うまかったんだよストロークが、うん、ストロークって言うんだってこれ。そう、ストロークっていうんだって。難しいね、そうテニス用語。一通りラリーした後、いろいろまあ細かい説明はしていきますんで、いきましょう。 OK! レッツゴということでね、ショートランダーっていうものをしていきます。はい、これもサービスラインっていうんですけど、ここが、はい、はい、そのこの枠の中で、まあ、ちょっとボールをね、こうポンポンしようかなっていう。あ、任しとけ任しとけ。あゆたろうチャンネル頑張るよ。どうでしたか？意外とうまいね。イエーイ。ちょっと家でこっそり練習してた。実はこっからちょっと本格的に、ね、やっていきたいと思うんですけど、第2話はフォアハンドストロークのちょっと重点的に、難しい言葉が出てきたよ。そう、教えていこうかなってフォアハンドストロークっていうのはこっちが出つくね。こっちがこれ、そうフットワークって言うんですけど、足の使い方、難しそうと、まあ、ラケットの引き方、左手の使い方っていうのを今日はあのボール打たないんで素振りでやっていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあまずフォアハンドストローク素振りをやっていきたいと思います。はい、階段を構えます。これがまあスタートするときのポジションです。はい、1、2、3。2のときに引く。2、そうやってないと分かんないよ。2のときに引きます。うん、2、3で1、2、3。うん、はい、2、3。この方は逆になればいい。あ、そうそうだね。ってことは、1、そう。で？で、2で。2はどこ？ここ？そう。で、その時にラケットを引く。こう？キュッと。そう。で、3。3やって、打つ。3やって？打つ。OK、そう。1。え、待って。この時でもさ、この時でもさ、してんの。この手どうするの？5、4、3。で3。3出して。で振る。フィニッシュ。そうそう。もう一回わかんないなんて言ってた。もう一回はい行きましょう。1、2。出して。3。あ、そう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 。何回かやってみよう。
そうそうそう。サン振る。サンで振るじゃなくてサン振る。はい、4までだな。1、2、3、4で振る。2、3、4で振る。4。フィニッシュ、そう。いいね。スムーズにできるまでやろう。そうそうそう。これ実際試合で使えるの？実際、いや、この動きがないと無理よ。てか、実際やってるよ、ボールを追いかけるとき。やってる？やってる。やってる、やってる。ただ、それを意識的にできるかどうかだね。それ難しいね。だって、ボール来たらだってこう。なってんじゃん、ほら。本当だ。その動き以外無理だもん、だって。確かに。1、2、3。じゃあ、ボール打ってみじゃん。いくよ。ちょっとあっちに打ってね。いくよ。どうすればいいの？もう考えないで言っていいよ。考えちゃうんだけど。なってんじゃん、ほら。でも、その最後の一歩がないだけ。それで打つ。そう。いけ、もう一回。1、2。あ、なってんじゃん、なってんじゃん。合ってんじゃん。もう分かんない。ボールあると自然だ。そうそうそう。それをより意識するためにやってるだけ。そう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 。今、なんとなくでも感覚分かったでしょ、ボール打ったら。こう、斜めに出せばいい。そう、あの、まあ、ボールによってだけど、まあ、例えば、1、2、3もあるし、1、2、3もあるし、ただこの3のテンポは引き崩さないわけ。そう。ちょっと分かんないから。あ、OK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 。オッケー、ちょっとね、ぽくなってきた。オッケー、じゃあちょっとそれでボール打ってみようか。ボール打ってみようか。そう、そう言われたらちょっと難しくない？ボールで人だから、あ、もう分かんない、ちょっと待って。3、どこ行くか分かんない。3、あ、オーケー、今やってやってる。ちょっとテンポ早くする。あゆ太郎チャンネル、はい、お疲れ様でした。まあ、今日やったのがフォアハンドストロークと足のフットワークの使い方です。いや、難しい。覚えた？うん、なんだけど、できてるのか。できてる、できてる。今日この動画を見よう。自分の動画を見、動画を見よう。できてる、できてる。強いて言えば、まあ、次回はさっき言ったあのラケットを持ってない方の手の使い方。そう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 、はそうそうそう、それ、そう、そうなんだよ。ボールをキャッチするように打つみたいな。打っちゃいそうじゃない、自分の手。打たないで回したら絶対来るから、こうやって。分かんない。打たねえよ、絶対。振って
ていう、まあ、今日はこの辺に、第2話はこの辺にしたいと思います。まあ、今日はフォアの打ち方ということで、まあ、次回はバックハンドやってみる。ペースだいぶ早いけどこれ大丈夫かで、またいろんな中学校とかもね回りたいと思ってますので、みほたんのこと応援したいよとか思う方はメッセージ、ツイッターのメッセージ概要欄に貼っておきますので、ツイッターを概要欄に貼っておきますのでメッセージお願いします。インスタも貼っといて。インスタも貼っとくインスタ貼ってほしいんかい、うん、OK ということで、じゃあ今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。バイナーみほたんでーす。ピースしてもらいます。私のリネンここで見てよろしく。